2020オートバックススーパー GT ラウンド2です。高野湖のホテル富士 GT300 キロレース予選がまもなくスタートしようとしています。カーナンバー61スバル BRZ、 開幕戦の、ね、予選見る限り結構調子は良かったので、はい、まあ、決勝は、ね、ちょっとうまくいかなかったですが、まずは予選の一発のタイム、どんなタイムがマークされるか。ここまでは削ってきているタイム。さあコントロールラインを通過、1分37秒011。さあそして2番手がここで BRZ 山内秀樹、 BRZ が再びコントロールラインを通過をするんですが、タイムアップはなりません。自信があっただけに、このコンマ2の差は非常に腹立たしいですし、本当に詰め切れなかった部分がもう自分が情けなさすぎて、もう悔しいの一言ですね、はい、本当に今日は悔しい、予選の結果なんですけども、しっかり明日に切り替えて、明日一台一台しっかりパスして、表彰台そして優勝を目指して頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。まあ、ちょっと周りというか、Q2 の周りのタイムの上げ幅もものすごく大きかったですし、山内選手もすごいアタックだったと思うんですけど、まあ、ちょっと及ばなかったですけど、明日の決勝に向けてはものすごい手応えがある状況で今日一日過ごせたんで、まあ、セカンドローで富士はストレートが長いですが、いい結果が出ると思います。開幕戦はですね、本当にいいポジションを走りながら非常に悔しい結果に終わってしまったので、その悔しさを晴らすべく、第2戦では精一杯、最後までチェッカーを受けるまでですね、チーム一丸となって戦います。今回非常に車もいいですし、タイヤの仕上がりもいいと思うので、その結果をうまく生かして、これを見ている皆さんと一緒にわーって最後終わって叫べるように精一杯頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いします。精一杯頑張ります。皆さんこんにちは。ラウンド1はですね、まあ、いろいろ万全を期したつもりで来たんですけど、まあ、残念ながらリタイアという結果になってしまいました。本当に申し訳ないと思ってます。まあ、今回のラウンド2に向けては、まあ、その辺の、再発防止をしっかり織り込んだ上に、今できるところの最善のところを織り込んできてます。まあ、予選もですね、トップとはそんなに差がない、まあ、4番手というところで、まあ、セカンドローから のスタートになりますので、皆さんには本当に面白いいいレースが見せられるようにですね、ドライバーチーム一丸となって頑張ります。ぜひ声援の方よろしくお願いします。